クラカケヒラアジはアジカクラカケヒラアジ族に属する海水魚である。大西洋の亜熱帯域に生息する。水族館で群れるクラカケヒラアジ、クラカケヒラアジの最大の特徴はその体の輪郭で腹側が丸みを帯びた独特の体型をしている。また、側線が頭部の近くで湾曲しているのも特徴である。体色は銀色から金色と形容され、尻ビレやオヒレは 黄色味を帯びる。尻びれには3本の棘と25から28本の南上が、尾びれには9本の棘と25から28本の南上がある。第一背びれには8本の棘がある。ビブには明瞭な黒色のラ状反転があり、災害の端近くにも同じような反転がある。平均的な体のサイズは全長で25センチメートルほどだが、 最大で全長65センチメートルに達した記録もある。西大西洋ではマサチューセッツからフロリダまででよく見られる。バミューダやカリブ海、メキシコ湾でも発見されており、生息域はウルグアイ沿岸まで広がっている。東大西洋ではモーリタニアやアンゴラ沖で記録がある。太平洋には本種は生息せず、代わりに、 同族のクロロスコンブラスオルカタが生息している。ただし、この2種の系統関係については、まだ十分研究されておらず、同種である可能性も指摘されている。カメルーンで漁獲された、クラカケヒラージ本種は熱帯の最も深くて、水深55メートルの海域から見つかっている。普通大陸方の海底近くに生息するが、表層近くで群れる姿も観察されている。 若い個体はエスチアリーの寄水域で発見されることもある。本種は小型の魚や糖塞類、動物プランクトンなどを捕食することが知られている。アフリカの一部では食用として重要である。ありがとうございます。